応あの赤系デッキはかなりきついというのがこのクロミドランプ、はいはい、育彪選手の話で言うとそうらしいので、まあ、もう育彪君がこのデッキを作った時から赤タンはもう、はいはい、主要のデッキの一つでしたからね、うん、赤黒は余裕なんだけど赤タンがきついって言ってました、ね、ローマットが辛いと、はいはいはい、とにかくさあ鈴木選手はキープですが長尾選手はマリガンということで、うん、鈴木選手多分同デッキを使用したんですがシンガポールもあのスタンダードかなり好調だったよね。そうですね、はい、この最近あの小島さんっていう方のはいはい、はい、にいつもデッキを提供してもらってるらしいんですけど、うんうん、今回はその小島さんのデッキということで、うん、さあその小島さんなんですけど最近ちょっと初めてお会いして、はいはいはい、結構マジックオンライン僕かなり敗人と言われてるんですけど、はい、大会参加数だったら負けてないですよって言われて、あ本当ですか、僕にそれを言うっていうことはかなりすごいんだろうなと思って、あそれはなかなか敗人、まあ、僕の知る小島さんだとしたらそこまでじゃないと思うそこまでじゃなかった気がするんですけど、津村さんは多分他の人が思ってる5倍ぐらい出てますからね相当な敗人ですから、ね、そうですね。さあ6枚となりまして今回の手札はいやーちょっと暴君が暴君が暴君土地3ぐらいまでは見えました、佇んでますね暴君、脅迫はこの赤タッチ黒にはかなり刺されにくいですからね、刺さったところで感はありますよね、はい、さあただもうキープをしましたと、で準決勝は開始いたしますが、そうですね、脅迫突き刺さったとしても、まあ、結局クリーチャーをさばけないと意味がないですからね、はいはい、抜けても3点火力だろうと、そうですね、はい、ゲームの鍵はこの暴君が活躍するかというよりはどっちかというときちんと場をさばけるかと、そうですね、序盤しっかり、まあ、それこそマイナス3とかでしっかりさばいていけるといいですけど、はい、さあ鈴木選手実は決勝ラウンドに上るまであの日本代表のシャツ着てましたからねこの間あれなんですよ、みんなで買ったんで、はいはいはい、さあもう日本を背負っていると、さあまずは1旦目山からソンコマ同士と、まあ、ボーマットの方がいいんですがこれは仕方がないということで、さあそして長尾選手のドローはブラスカと、非常に重いカードですね。さあまずは1点攻撃して2ターン目はソンコン、さっきからこのソンコンソンコンって展開非常に多いですね。そうですね、まあ、ただ地味ながらねやっぱ急激に打点が伸びたりするので、はい、さっきショック3連打で一気にパワー3まで上がりましたからね、はい、もう一瞬3ターン4ターンキルでしたからね、さっきは、はい、さあ稲妻の状況をドローしてまずは攻撃と、さあこれは2点でとどめます、山を置いて鎖回しと、もうかなり理想通りの展開ですね、はい、ここに変に抗議なんかあればすごいですが、さあまずは送信でこの鎖回しを除去します、でここは4段目ですが2マンナお団結を置いてきましたね。メインアルゲラの団結赤タンにそんなに効果的ではないと言われていますが、そうですね、スカラベの神が入ったデッキはスカラベの神を延々と戻して回復したりできるのでいいんですけどなおなおろ、さあいいですね、鈴木選手もここまではい順調に展開していきます、ほとんどマナを使い切ってるような展開なのでだからこのアルゲールでターン生じ1枚手札獲得して、さらにこのフェニックスを除去できるブラスカン侮辱が手札に控えています。お即打ちましたね、まあ、これは鈴木選手のマナが起きてしまうと対応して除去で割り込まれるとトークンが出てもう一回トークンを除去しなきゃいけなくなってしまうのでマナがないうちに策博みたいなカードを、そうですね、特にもう策博ってこういう街ではもう本当にただ無駄カードになってしまうのをちゃんと使わせないように、はい、そしてアルゲーロの団結のおかげでマリガン分を取り戻してきちんと5枚の土地が置けているというのも大きいですかね。そうですね、さあここで強気にさあ本体そして加冠して一気にこれ7点ダメージが詰まって7ですね残り、そしてタカリアと、そして黒マナなしと、やはり、こんな簡単に黒マナは出ないぞということで。さあ、祈るようなドローは、タップインですかね、これ。タップインに見えますね。アンタップインだとかなり違いましたかね、ブラスカがありましたから。暴君でもね、全然違うゲームになったので。ただ、ここはタップイン、そんなにタップイン入っていないんだけどと。そうですね、暴君まで生き残るのが現状だとどうしても難しそうですね。あと2点多く削れてても変身したんですが、さあさあしかしここで一応、はい、アルゲールを変身させながら生き残ることができそうですかね。はいはい、送信を持っています。これダメージが2点5ぴったりですね。
次には変身できますぞと。そして2枚目のタカリア、もう帰ってこなければ手札が出せばいいじゃないと。さあ長尾選手ちょっと手が団結を今、ね、起動するかないかどうか、はい、ただ3は死んでしまうぞと。これはけどかなりいい流れではありますね、はい、ここで暴君を、暴君ですか、ここは今引いたのは脅迫に見えますがどうでしょうか。ここは原因構えた方が安そうですけどね、はい、どうですか。仮に手札が火力だった場合はスタックで打たれちゃうんで。なるほど。さあ2択ですが、ブラスカーをプレイしてトークンを出してサクって2点ゲインを選ぶか、それとも暴君かですか。暴君からの方が良さそうに見えますからね。このターン、ね、これで相手がもう止まったらブラスカで固めていく方が、うんうんうん、で仮に治療が食らったとしてはその場でスタックで原生は死なないと。そうですね、はい、さあ鈴木選手としてはその4マネ以上の強いカードがあまり引けていないので、おここは2点ダメージが入って残りは3ですね。そして宝屋は状況、まあ、こうすると、はい、長尾選手はもうアルゲールの変身後の土地を寝かすだけで3点火力で死んでしまうので、なるほど、いつ原因するかも難しくなるんですけど長尾選手は、楽園の贈り物でした、はいはいはい、ああいうカードを引いて、なるほど、もう一回その原因をしないと原因ができないんですね今の状態だと。そうですよね、これだと3点火力を構えられ続ける限り打てないので脅迫みたいなカードか何かで、はいはい、じゃあかなり長尾選手が有利に見えますが実はかなり前対応だっていうと。そうですね、今はもう綱渡りですね、はい、まあ、ハゾレとなど引こうもんなら一気に話も変わってきますからね、まあ、実際鈴木選手3点火力2枚引けばほぼ問答無用で勝ちっていう状態なのでなるほど、その楽園の贈り物か何かを引くと一気にそのそうですね、まずはそれで3点回復していいですかってお伺いを立てる展開になればゲームが変わります。1回ゲインしたらもう多分逃げ切れると思うんでではブラスカの侮辱または楽園の贈り物と、ね、か脅迫でも、はいはい、とにかく鈴木選手に3点回復を能動的に使わせる何かがあれば先に打たせたいと。そうですね、はい、さあというわけで、おイプヌを使用し、あイプヌではないですね、イフニューの視界ですねを使用して脅迫と。おお、これは山々と。どうですかこれは、メインで今作ったこの海賊を、うん、どうですかね、とりあえず攻撃して難しいです、あんまり早く決める意味がない気がするんで、まあ探るんだったら暴君でもいいかなと思いますけどね。ハズレートとかを引かれた時にあハズレート一発で死んじゃいますね。さあここで鈴木選手のドローはそろそろ何かくださいと。いや山が並びますね。おおフェニックス、フェニックスはどうですか。強いんですが、強いんですが、うん、ただ盤面だけでは一応やれないですかね。まずはフェニックスを落として遠くにします。今追加のイフニルの視界を引いたように見えたので、はい、トークンもバッチリ対処できると。素晴らしい、これでほぼ詰みですかね。はい、ここで何点入れるか、6点7に取れます。まあ次のターンどうせ勝てるからいいだろうと。そうです、これで6ですかね、はい、残りが。最後のドローはダメということで、はい、まずはゲーム1。いやー一気に攻められるかと思いきや、しのぎ切りましたね。しのぎ切りました。長尾選手が見事に勝利いたしました。見事にさばきましたね。はい、ではサイドボード後のゲームに移りたいと思います。まずは長尾選手の方は、長尾選手は、モーメントオブクレイビング、なんとかの渇き、渇望の時、渇望の時ですかね、渇望の時ですね名前が全然違いましたけど、はい、2マナのインスタントで対象のクリーチャーマイナス2して2点回復、強力なカードですね。最近あれですよね、黒の1マナで対象のクリーチャーマイナス1して11トークンが出るっていうカードもよく見ますけど、はいはいはい、本当にその名前だけは僕分かんなくて、実は今ずっと考えてたんですよね。あれ何でしたっけね、なんか誰かが入れてた気がするんですけど、なんかファンガスが出てくるやつ、ね、そうです、1マナのインスタントで金っていう、あ素晴らしい、金類感染ですね、金類感染、これも結構見かけるカードですけど、ね、金類感染、野兵2の攻撃が打つとハズレと直球っていう風に言って、ゆくひょうさん喜んでましたね、前に。だけどこっちも一緒か、マイナス2でもいいですね。そうですね、どっちにしろ2枚組み合わせればハズレともなんだそのと、ゆくひょうさんはあの後手でボーマットに殴られる展開が多いから、うん、そのマイナス1の方が優先っていう風に前おっしゃっていましたね。こっちのカードの方がリターン、ハイリターンというか、すごいハマった時はすごいですね、剣羅殺してボーマットブロックみたいな状態になると本当にとんでもないですね、すごい状態になるんで、
まあというまあ、そのどちらかというと、まあ、もう安定を取ったとってところでしょうか。そうですね、こっちの方が安定感はあるかなと思います、はい、さあそんな、渇望の時をサイドにして、あとはどうでしょう、それぐらいですかね、逆に言えば。そうですね、そんなに大きな入れ替えはないと思います、まあ、メインがヤヘイの攻撃で多少はあのビートランを見てるということで、サイドボールからはちょっと控えめなサイドボールになって、ではデュレス凶悪あたりが抜けて、そうですね、凶悪とカーンを抜いてそうです。はい、さあ一方の鈴池選手ですが、どうでしょうか、サイドボード後の戦い方としては。サイド後は、まあ、例によってプレインズオーカーですね、はい、このあたり不動の戦略、いつものまあ相手がちょっとでもコントロールっぽかったら、うん、チャンドラと、あとアングラスですね、アングラスが入ってるので、アングラス、だからそういったカードでその、まあ、除去られただけで負けてしまうようなゲームに しないために、そうですね、そのプレインズオーカーの力を借りて多角的な攻めをしていくと、はい、うん、さあスカイソブリンなんかはサイドには控えてますけど、どうですかね、このマッチでは。確かに対処は難しそうではありますけど、うん、まあ、多角的な攻めという意味ではいいですけどね。ただ乗れずに孤立してしまうと、ただ単に5マナで1枚カードを損しているような状態なので、うん、まあ、このあたりはサイドアウトするカードとの兼ね合いになりそうですけど、どうですか、こういったマッチでサイドアウトするのは、この錯覚のようなカードう、そうですね、状況ですね。はい、さあ、といった。色は全く違う、先ほどと同じような、そうですね、もう赤いデッキの戦略ってのはもうそれだけ固定されてるけど強い、うんうん、黒マナは5枚ですね、すっげえ少ないです、サイド後6枚になります、有力の3兆4枚と、サイクリングランドですね、そうですね、サイクリングランドメイン1枚サイド1枚で、はい、このマッチではどうですか、追加するんでしょうかね、黒マナは、アングラス入れるんであれば、アングラス入れる以上はもうしょうがないかなと思います、うん、はい、こうサイドカーサイクリングランド入れるっていうのは結構最近のトレンドですけど、はい、なんかいいですね、2つ噛み合ってますよね、重いカード入れるからしょうがなく入れるっていうのは、そうですね、引きすぎた場合にはサイクリングできるし僕はサイクリングランド大好きなんで、はい、こういうデッキでもついついたくさんメインに入れちゃいます、ね、はい、名前難しすぎないですか、あ、丁寧の峡谷と出てきても読めないなるほど、最近漢字難しいですよね、そうですね、大災厄とか絶対読めないですよ大災厄結構何回も登場しますからね、これ15回ぐらい間違えたことじゃない、いや出さなくて大丈夫です厄災の方がやっぱ一般的ですからね、大災厄けど長尾さんもしかしたらサイドインしてたかもしれないです、ちょっと抜いてたカード、サイドアウトしてたカードが多いんで、まあ大災厄がハゾレットとフェニックスに単品で当たることを考えれば、そうですね、そこまで悪いカードではないかもしれないですね、特にあの全体状況、ヘイニーの抗議みたいなカードを採用してるとなおさら使いやすい、ヘイニーの抗議からってしかもすごいですね、そうですね、ちょっとルール上どうなるか分かんないですけど、まあ、やっぱりあの大災厄はクリチャーがいっぱいいると弱いんで、はいはいはい、こういうカードで全部、うん、弱いクリチャーを殺した後にクリチャーを追放するモードで打つと効果が大きくなると、まあ、サイドが重くなることを考えれば別にハンデスモードで最悪打ったとしても そんなに困らないですかね、もう外一番サイクリングランドいいですよね、あのカード、サイクリングランドって本当に素晴らしいですよ、素晴らしいですよ、ね、さあどうでしょうか、長尾選手が少し考えてるんでしょうか、そうですね、鈴池選手はキープしたように見えましたが、はい、まあ、長尾選手の方は本当に序盤のアクションがないと、うん、なおなおキープしづらいので、ちょっと重いカードがまた手札に多いように見えますね、5と6はありますね、はい、約束の時とブラスカはありますが、はい、あっというわけでマリガンしました、やはりカリカリがないと厳しいと、はい、うん、そうですね、みんなアンリコの方が多分好きでしょうけどサイクリングランドはやっぱ結構評判が良くてリミテッドでは常にあった方がいいんじゃないかって言ってる人も多いですし、砂漠ランド今あるやつはちょっと一番の重いのが許せないですね、僕はやっぱり昔の隔離されたステップのような、はい、あれが欲しいですね、まあ、でもいいバランスですよ、リミテッドにおいては別に2マナでも全然いいんでやっぱマナフラットを軽減してくる、土地で軽減してくるっていうのはすごいいいシステムだなと思いますが、まあ、構築では強すぎずと、サイクリング後でもスタンダード落ちちゃいますからね、どうアボケットが、あ、もう時期か、そうですよ、もう時期なくなりますからね、結構あのスクライランドぐらい、はいはいはい、あれに次ぐぐらいいい土地だったなと思います、あの土地もいい土地でしたね、サイデンシリーズ、さあ6枚になりました、今回は除去が結構あるように見えますね、そうですね、致命的な人欲しいブラスカの侮辱、土地4ですかね、はい、逆に言うとそれにつながるカードがないということで、あの3ゲーム目のような展開が予想できる
形ではありますが、ただブラスカの侮辱はこういったゲームで非常に強力ですよね。特にサイドが強いですね、はい、うん、まあ、チャンドラを 1枚でやれると。さあこのプッシュタカリアに対してもう打ち込んでいきますと。これやはりあの黒マナがあんまりない出来高というのもあるんでしょうかね。あっさりと打っていったというのは、まあ、タカリアって1匹目で除去しておくと基本的にダメージかなり軽減してるんで。なるほど。ここからまあ鎖回しまあ殺した場合でも帰ってくるまでちょっとラグがありますし。なるほど。タカリアの1匹目はじゃ見たら殺すと。そう、結構殺されますね。これ意外とタカリアって、ね、皆さんあの放置する、どうせ戻ってくるから結構放置するって方も多いと思うんですけど、痛いですからね。あ、痛いですか、ね、打点がもうちょい低かったらいいんですけど、とんでもない打点パワー差ありますからね。さあ順調に除去っていきまして、4ターン目パスと。まあもうここはタカリアでいいだろうと。はい、ハンドブラスカの侮辱3枚ですね。すごい。さあそして今置いた土地は死に火災の地と。さあこれに対してどうしますか。お、戻しました。さあまずは攻撃と。この3点を受けます。そして手札に控えているのはそのチャンドラです。さあ鈴木選手としてはかなり嬉しいドローなんですが、長尾選手、はい、もう対抗策がバンバン手札にプラスカ侮辱3枚ですからね。さあまずはプラスしていきますか。これは一応戦闘前の方が良かったですね。ボーマットめくれた時にちょっともったいないんで。なるほど。どうでしょうか、あのタカリアに対してブラスカン侮辱を打たせたいという狙いもあったかもしれないですね。もしかしたら誘ってたかもしれないですね、うん、さあ侮辱によってチャンドラ対処されてしまいますが、こうなってくると、まあ、タカリアがそこそこ厳しいのではないかといったところですが、なんと長尾選手まだ手札に控えていると。まだありますと。お、お、第2号もうなんとか頼むからタカリア以外に打ってくれとさあこれどっち打ちますかね。まあグローリン、そうですか、今のところ墓地にクリチャもないのでなるほど。さあ今もう土地を今破壊せん勢いで今なってきましたからねさあターン終了時に進化さん家で、あ、進化数未開ですね、まあ、沼をサーチしますと。まあ、タカリア現状厳しいとはいえ、長尾選手としては進化数の家もあるから、まあ、落ち着けばいいだろうと。まあそうですね、本当に今しばらく3点だったら食らっててもいいですし、はい、いや侮辱強いですね。やっぱ2点されど2点強いですね。俺はもうヒーローズタウンホール英雄の破滅以上のこういう除去カードが存在すんのかなって疑問に思ってたんですけど、存在しましたね。しましたさあこれでさばいて、長尾選手墓地にネバーリターンもあるので、はいはいはい、クリーチャーがいないようだと。なるほど。この間についでに追放してしまうと。タカリアをついでに追放してしまうと。さあついにハゾレットが登場したわけですが、このターン1回ダメージを負うかどうかを考えていますか。お、大正解。素晴らしい。お、素晴らしい。リムーブモードということで追放しました。見事に全てさばいております。続いてはカーリーゼブ。いやー脅威はでも尽きないですね。本当にもう序盤から終盤までカードが強いですよね、はい、昔の1マナクリーチャーとかって終盤弱みたいなやつが多かったですけど、はいはいはい、こいつも普通に2マナで打点3点ですからね。なんならボーマットなんて後半引いてもとんでもないですからね。そうですね。さあここはネバーリターン、この吹き回帰の回帰の能力をうまく利用してニンニトークンを生み出します。このニンニトークンはでも止まらないんですよね、カーリーゼブでは。さあここで本体に稲妻一撃を打ち込みました。これはハゾレトが走ってくる予感ということなんでしょうか。ただ今はラガパンと。さあラガパントークンが前に出てますが、ゆくひろくんですかね。あ、ゆくひろくん、ゆくひろ選手。さあ3点を入れてターン終了と。全然関係ないですけど、ゆくひろさんのラガパンの殴り方ってかっこいいんですよね。めちゃくちゃいいんですよとここに登場はボー君と。でかい、はい、さあこのゾンビさえ除去入れたら結構でもカーリゼブがまだ獅子奮迅の活躍を見せることができるんですが、まあただトークンはねちょっとあいつに止められちゃうんで、ダメージは一気に減ってはしまいますね、はい、1点にはなってしまいますね。いやー早速ボー君は攻防一体のカードですね。こうしてみると硬いですね。やっぱゾンビは効かないので、はい、さあ鈴木選手手札にチャンドラの あれか、火による戦いがあるので、はいはいはい、まあ、土地さえ伸びればっていう展開なんで、なそこまで抑え込んでおければ。ただ脅迫がここに突き刺さると。これは厳しいですね。脅迫残していきましたね。お、今別作では、高橋優選手対松本優希選手が2-0で松本優希選手が勝利ということで、決勝にはエスパーコントロールが進みました。
さあ火による戦いがこれで落とされて、ただライフの方は3点落ちてるんで6ですかね。これで稲園一駅を脅迫のスタックで打ち込んだのかな、打ち込みましたね、ですね。で火による戦いが落とされたということで6ですね。小鴨トークよろしくお願いしますといつの日か。妻さん電動ってトークンとか特になかったんでしたっけ。なかったっすね。あ、なんか逆に言うと今だと余裕で作られそうな感じなんですけどね。電動、電動めちゃくちゃいますからねなったその年とかに作られてもいいと思いますけどね。あ、そうですね、トークンとか。それはそうかもしれない。さあタカリアが除去されて、さあちょっと鈴池選手としては嫌な雰囲気ですね。今殴るかどうかを考えてるのはということは何か除去を持ってくる。そうですね、除去がなかったら絶対殴るか考えないので。なるほどなるほど、まあ、少なくともということに1枚除去があるのはもう考えなきゃいけないので、うん、あとはその除去は鈍感の強さの除去だというかということが大事ですかね。さあラガパンはここはまずは、さあそしてここがブラスカの侮辱、最も強い除去ですね。さあこれがチャラになって、はい、で鎖回しが、おお、これはいいですね、ゾンビトークを破壊と。ただがっちりですねこの鎖回しは。ボー君、まあ、これだけライフ差がついてるんで鈴木選手はこの押し込んでる間、長尾選手が殴り返すまでに、うん、何かを引ければいいと。そうですね、だから条件としてはかなり鈴木選手、はい、今どういう有利ですね。お、この高利屋でさえ厳しいですからね。そうですね、長尾選手としては。さあちなみにあの今勝ってるのは B さんの方ですね。 A さんじゃなくて B さんが今勝っています。さあドローは山に見ましたが、今のドローは山に見ましたこの話題はやめとく先週今僕の目の前にいるスタッフの人に、津村さん在庫が221点あるんで早く宣伝しておいてくださいって、僕のトークンが。本当ですか。今在庫合計が250点ぐらいあって。おかしいですね。そうだ、ちょっと僕そのうち買わされるんじゃないドキドキしてさあ明日コンドローは楽園の贈り物、ライフが8になります。地味ながら、地味ながらいいドローですね。とはいえまだ殴れないですかね。はい、何か引き込みたい重いカードなら何でもいいんですかね、鈴木選手としては。もう軽くても結構もうプレッシャーになれば何でもいいかなって感じはしますけど、さあ悩みます。火力一発圏内から今楽園の贈り物で外れましたね。楽園の贈り物はあの3点ゲインがついているということで非常に、お、そうですか。これはあのコンバットドリルでは殴る、いやリスクは相当ありますから、その除去1枚あった時に一気に長尾選手が殴るまでのターンが早くなっちゃうんで、なるほど、やっぱリスクはありますよ、ね、3点詰める代わりに鎖回しみたいながいなくなってしまうと。3点詰めれたらいいんですけ ど, なるほど、除去の時がやばいと。さあ考えています。長尾選手としてはではブラスカのような、そうですね、毎回継続的に何か生み出すカードが引けると一番いいですね。お互いギリギリのところで戦ってますね。そうですね、まあ、ただ本当にちょっと長尾選手が巻き返すカードの方が少なそうなんで鈴木選手の方が有利かなと思いますがさあどうでしょうか。今手にかけているのはイフニューの視界でしょうか。いや、この土地がこのカード一番の役割を果たすというのはかなり大きいですね。そうですね、さ早速さあ宝屋に行きましたということは、これはもう行くってことなんでしょうかね。いや耐えですね、はい、野辺にの攻撃行きたいですよねエンドすると一応2回使わせられるってことですかね。これは墓地のクリーチャーを2枚追放されます。クリーチャー多分1体しかいないと思うんで。あ、なるほど、じゃあ後草なんか行けてしまうと。クリーチャー2体いるんだったら次のターンだと鈴木選手は戻すことができますね。ハレルヤメーターつけてと。今日メーターないんですよね。メーター最近ねちょっとないんですね。あ、メーター今どんくらいですか、有利不利でいうと。うん、まあ、けどまだ鈴木選手6ぐらいかな。6ぐらいと。さあ考えています。ちなみにメーターなくなったら僕がめっちゃ忘れるからって説はありますせっかくつけたのにこいつ使わへんやん。だそうです。さあここは意を消し殴りに行きます。このアタックはどうでしょう。これはまあ死んだクリーチャーをタカリアに費やすことでちゃんと有効活用できるだろうという判断じゃないかと。長尾選手の場に死肉あさりの地でしたっけ、うん、墓地を追放する土地があるんですけど、うん、あれは1回しか使えないので、はい、鈴池選手は墓地のクリーチャーを2体使うとあれを仮に起動されたとしても、うん、タカリアを場に戻すことが
できるので、2枚目の何かしらのクリーチャーを落としたくて攻撃したと、非常にクレバーなプレイですね。さあまずはタカリアを蘇らして、ここは何もレスポンスはなしと。さあこの攻撃ライフ1になりますが、殴るのはちょっと怖いですかね。まあでもこれだけライフ差があったら行ってもいいですけど、手札によりますけど行きました。もうとにかく長尾選手が殴り返すのが遅くなるように。なるほど、まあ、さっき状況ありませんでしたしね。はいはいはい。ただここには大鹿も原因がついている、2点原因がついていると。しみる。いやこのおまけがしみますねひたすら。さあライフ1にできたはずがライフは6と、これはしみますね。さあ鈴池選手の手札に呪文がどれぐらいあるか。土地は山と山々何かですかね。この暴君が殴り始める展開が鈴木選手としては一番厳しいと。そうですね、殴り始めると早いので。はい、なんたってパワー6ですからね。パワー7です。7ですからね。3回ですからね。降臨の輪もびっくりの、あの津村さん大好きな降臨の輪もびっくりのさあ降臨の輪と同じパワーですからね。おゴンティをサイドにしています。このサイドボーディング、まあ相手がその重くなることを見越してでしょうが。なるほど。おすごいですよこれ、かなり可愛らしいいやただこのボーマット活用できますからね。いやボーマットも染みてくるんじゃないですか、もしかしたら。まあ単純にブロッカーとしても嬉しいですよね。なへ、まあ、楽園の贈り物から使うこともできますし。山山山ってすごいですね。でもさあボーマットをプレイしていきますと。さあどう殴るか。お一体いやまさか長尾選手ボーマとために行きましたよ。そうですね、まあ、ブロッカーしっかり残してさあここはタカリアを戻します。硬いですからね、ちょっと暴君が絶対に超えられないんで、はい、フェニックスみたいなカードがあると全く違うんですが。そうですね、航空戦略引けるとかなり嬉しいですね、はい。まあ、それかハズレトのように継続的にダメージ与えて対処が難しいカード、うんうん、いや栄光をもたらすものは序盤にやられてしまいましたからね。おー素晴らしい、これフェニックス。さあただ実はこのボーマットの2ドローがありますからね。そうですね、あいつをしっかりさばけるか。まあ、しかしさばけないと早いですからね、はい、ライフ6まで追い詰められてるので2パンですからね。さあどうでしょうか。イフニューの視界は現状まだある、いやもうないですかね。2回使ってるのかな。もうね侮辱も相当3枚使ってるのかな。はい、はい、さあこのボーマットが鈴木選手を苦しめますね。してこの赤起動します。さあ2枚はおお暴君ですねいやしかし間に合わない、これぱっと見現状鈴木選手の方が早いはい、まさかの暴君2枚目ですね。さあ現状だと暴君2台で殴っても14点しかないので。おただお 9、 9、これだライフレースダメージできますかね。9ということは2回殴らないといけないですね。そうですね、鈴木選手また何か引かないと届かないまさかのこれはフェニックスのが3回殴るまでにボー君は2回殴れますからね。うん、そうですね、さっき長尾選手ボーマットじゃなくて76で殴るっていう選択肢も、うんうん、まあ、それか2体かボーマットと。おお、スカイソブリンをサイドにしてます。最強の航空戦力が、これはしかもタカリアで乗れると。いやーさっきのこの脅迫といいゴンティというこのスカイソブリンというお互いにサイドにするか微妙かって言われたカードが活躍していますね。そしてこのスカイソブリンをやるカードは侮辱しかないですかね。相当限られてますね。ブラスカの侮辱しかないですかね。ブラスカか侮辱か、はい、あ、そうか、ブラスカ本人でもいいですね。ブラスカの侮辱とブラスカ。さあ今ねカーンですかね。さあこの2枚とも強くないといけないというところですが、オラーズカの凶紋を手札に与えて、そして飛行は止まりません。いやスカイソブリン素晴らしい活躍ですね。あそこボーマットが殴った時についでにもう1体と、まあ、難しいですね。うん、やはりハゾレとはケアしたいところですからね。そうですね、かなりその相手が速攻クリーチャー引いた時とかのケアをしてたと思うんですけど、うんうんうん、あ、そしてわずかの凶紋をそのまま使用します。
何かしらの対処手段を引きたいというところですが、さあいかがでしょうか。ゴンティを出したったんですね。ゴンティ出して、ボーマット取った時にボーマットとボークンで殴って言うとちょっと違ったと、まあ、それかボーマット行かず、なるほど、ボークンだけで殴って、ボークンだけで殴ると、まあ、結局そのボーマットがボークンの2枚目を確か届けてくれたんで、はいはいはい、それだと届いてないんですけどまあだから2匹で行くかボーマットだけで行くかって感じだったと思うんですが、まあ結果的にはゲームには影響してなかったですかね、このスカイソブリンが。いや、2体で殴ってると違いました。2体で殴ってて今、鈴木さんのライフが12だと、はいはいはい、あのボークンボークンで殴った時にスカイソブリンがチャンプしなきゃいけないんで、あ、なるほど、それだと全然違いました。おで最終的にその、タカリアとフェニックス状態だったんで片方止めるとライフ一応盤面だけだと足りてなかったんで、おでもギリギリの攻防ということでしたね。いやだ、速攻が多いからこそ早く仕留めなきゃいけないっていうのはあるんですよ。火力でも 最終的にはダメになっちゃうんで、うんうんうん、ケアしなきゃいけないと同時に、そうなんです、ね、ゲームを投げて早く詰める時にできるだけ早く詰めなきゃいけないっていうのはあるので、いや非常に難しい場面でしたね。そうなんですよね。というわけで寸前のところで鈴木選手が2本目を取り返してゲームは最終ゲームに移りますと。いや、このゲーム展開でいうとかなり鈴木選手不利な展開でしたが、やはり重いカードは決めていましたね。やっぱりさばくだけだとなかなか難しいんですよねいや、このさばくだけでも十分なはずなのに、昨今のカードが強すぎるのはちょっと原因ですかね。いやそうですね、もう本当にトップデッキ合戦だと全然負けないですからね、なんかアグロはトップデッキになってちょっと弱いからアグロなのに、最近のアグロは何なんですかねっていう。いや、ゴンティが山3枚とボーマットっていう、鈴木選手にとっては嬉しいゴンティになりましたね。そうそうですね、山がどっか行ってくれたのはかなり。いやー、シーソーゲームでしたね。いや本当に、まあしかも捌くのが難しいぐらい強いってのが良くないですよね、その序盤の攻防が。赤端の序盤はもう本当にすごい頑張らないと捌けないけど捌いた後にさらにしっかり勝ち取りを用意してないとあっという間にやっぱり捌くカードについては、はい、皆さん用意してるんですけどね。そうそうですね、そこまではもうこうやって見たらバカタンがなぜ今スタンダードでこんだけ強いのかっていうのが分かりますね。もう押し込む力も最後の粘り強さも合わせ持つ、はい、まあ、それこそ本当にラムナップの遺跡がなくなってもこれぐらい強いですからね、うん、ラムナップの遺跡はそう考えるととんでもないカードでしたね。どんだけ強かったんだと、はい、マナフラットに環境で一番強いデッキって言われてましたね。赤タンにもかかわらず遺跡があるとそして序盤も環境で最強やばいですね、ま、松屋みたいな感じですよね早い安いうまいと。いやすごいですね。そしてフェロキドンに代わり今鎖回しが環境を支配していると。さあゲーム前に向けて長尾選手はサイドボードを少し変えようかなといったところでしょうか。まあ、本当に難しいですね。カーンとかちょっと多分サイドを減らしているように見えたんですけど、うん、今の試合を見るとやっぱりちょっと欲しくなってしまいますよね。どうしても息切れが早いんですよね、うん、ランプとかそういう赤タンじゃないデッキの方がどうしても、うん、中尾選手が先手の場合はカーンを増やすという選択肢もあるにはあるんですかね。まあ難しいです、ね、やっぱかさばったらかさばったで敗因になり得るので除去が欲しいのにっていうところに。そうですね、また本当に序盤はまずしっかりさばいてなんぼなんで、さば、はい、いた後にただそれだけでは勝てないというのが、うん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 、はい。まあ、今のゲームはあの黒マナを引けたのも大きかったですかね、鈴木選手。そうですね、何回もタカリアが戻ってきて、はい、まあ毎ターンアンタップにできるタカリアデッキはそれすごいですよねリスクゼロですからね、働かないでお金もらうみたいなところでねちょっとレベル的には何度でも何度でも返ってくる。いやすごかったですね。いや、あのタカリアももう何百回と場に帰ってくるのを皆さん目撃したと思いますが、そうですね、僕は結構殴られる側ですけどそろそろスタンダードからいなくなってしまいますね。こういったら嬉しいですね、早くいなくなってほしい頼むと僕はちなみに反逆の選手はチャンドラの方がイラついてたんで、あチャンドラが嬉しいですね。僕はタカリアですね、タカリアあまりにも殴られすぎて僕の人生100回ぐらい死んでるんだよ、この数々のコントロールフリークを殺してきたカードですね。昔これに似たカードで黒黒で3-1いませんでした。だから墓地のクリちゃん2体ってことなんなんですかね、あれとこれのこの比べ歌う時の強さが僕初め見間違いかと思いました、このカード見た時に。いや強すぎですこんな強いカードあるのかっていう。じゃあ僕もこいつによく殺されましたね
カリタスがいないときはこいつによく負けてましたね。さあゲーム3は長尾選手の選定となります。お、野兵にの抗議、序盤をしのぐカードもあり、お、栄光の時なんかもありますが土地が2枚、逆に鈴池選手は土地ばかりですね。土地5枚、しかも稲妻の一撃フェニックスとちょっと、おただキープしましたね。おお、カリーカード引いていきます。乗ってきましたね、カリア。さあ一方土地がないんですかね。おお、引きました。3枚目、さあ致命的な一押しを構えながら、重いカードは今度は万全にあるので長尾選手としてはこのままなんとかゲームが進めばいいだろうというところですが、さあこの3ターン目、ただ逆に序盤をしっかり対処できるか不安が残る感じですかね、はい、大災厄を今どのモードで打つかで迷ってるんですかね。そうですね、後続のクリーチャーに、はい、脅威に使うか、うん、まあ、宝を追放する意味も結構ありますからね。そうですね、まあ、ただちょっと他の手札を見る限りこの選択はかなりゲームを分ける、そうです、分けそうですね、はい、他が相当重いんで。栄光の時ですかね、あの暴君ですか、どっちですか、なんか似てません、ちょっと暴君と栄光の時に2枚は多分あったと思う。ありますよね、栄光の時、栄光の時暴君ですかね。野変にの抗議もあるんで、あいつにあんまり構わなくてもいいんじゃないかと。なるほど、まあ、それこそプレインズウォーカーを抜く、はい、ハンデスモードで、ああ打ちましたね。さあフェニックス稲妻一撃ボーマットと、結果的にこの手札ということは少し長尾選手は結果的な指で言うとちょっと失敗してしまったんですかね。うん、まあ、どうですか、フェニックスに関してはもう十分かなという気もしますがさあ手札を抜いてくるというところで鈴木選手としては考えなきゃいけないのはなぜ除去ではないんだということですかね。まあただタカリア、うん、難しいですけどねそのあたりはヤヘイの攻撃まで読めるかというところは一つ重要なポイントですかね。さあボーマットが行きます。じゃあこの4枚分土地があるとかなり楽なんですが、どうでしょうか長尾選手。ここは大きいですね。ここは大きいですよね。行かないですね、楽園の食い物でしたね。さあこれだとボーマット貯金が始まってしまう。そうですね、鈴木選手としてはちょっと手札が弱いんでありがたいですね。稲妻一撃と、さあ稲妻一撃を2枚目を今手札にありました。さあここ突き込んだら間違いなく来ますね、ヤヒの攻撃は。砂漠を引いた場合のみちょっと選択肢が変わる可能性がありますが、あ、なるほどなるほど、引いた場合は栄光の時から行く可能性もあると。そういうプランもあったかもしれませんが鈴木先生さっきのエンドは相手フルタップだったんで一撃打ってもよかったかなと思いますけどね。ちょっと今一撃がかさばって、なるほど、もったいない、1枚がちょうどもう3点がもったいない分になってますかね。さあこれ長尾選手としては待てないですよねそうですね、ヤヘイの抗議のおまけはプレイできません。さあまあ ブラスカの侮辱とかをケアしてたのかもしれないですけど、タカリアを墓地に落としたい、言おうとして火力を拝めてたのかもしれません。なるほど、まあ、長尾選手が全体除去を打ってきた場合はどうですか、対応しても、ボーマと生贄捧げてタカリアを戻す方が効率が良さそうですが、お、ただここは打ち込んでいきましたね、3点を打ち込んだ上でボーマと起動ですかね。これはそうですね、まあ、これだったらタカリア版にいる方が多分、はいはいはい、あのボーマと生贄捧げるんで、あ、なるほどなるほど、そっちの方が効率は良かったかなという気はしますが、まあ、タカリアがあと何回殴れるかというところもありますかね。さあどうですか、2枚目のボーマットがあるように見えましたが、こボーマットがボーマットを持ってくる動き半端ないですね。うわ強い、カーリゼブとボーマットですか。そうですね、その2枚は見えました、はい、向こうの1枚もカーリゼブに見えますかね、どうですかね。さあボーマットで1点11ライフはしてカーリゼブと、さあさあ長尾選手ちょっと手が止まりそうですね。大災厄が見えたんですが、他の干渉手段が全くないように見えました、はい、ここで3枚目の2枚1枚目の砂漠ですか、砂漠を引くとかなり大きかったんですがね。そうですね、ちょっと約束の時だと次の行動回数も一気に広がってよかったんですが、はい、しかもブロッカーも出るということで、手札がさっきはあんなに欲しかった重いカードが今度はたくさんと。さあどうですか、ここはただ盤面を全て一掃はできますよね。そうです、2アクションはできるんで今のうちに、はい、
さあプッシュはこれはウォーマットでショート、さあ行きますかね、これは。あ、というかカイゼベでしたね。しかもドローは大制約すべてさばいていきますと、おお完璧。そしてボーマットは外れと、ボーマットが外れと持ってきました。いや、この貯金はバカにならないですね、やっぱり。いや本当に、いや、さあここで引き込んだのは土地、ようやく土地を引き込んだんですが、しかし砂漠ではあらず墓地です。そうですね、ボーマットを倒すとボーマットが出てくるとコピフィルよくあるあれみたいになってますね。さあ土地は引いたんですが、ハゾレトに対処できない。プラスカム色ありましたかね、構えたってことはある、ないの、いや、ないですね。ライフは1まで落ち込みまして、さあ本体、あ、プレイですか、ここで、ここでゲームセットということで、大細工プッシュの時はちょっと大細工追放でまず打ってで多分鈴木選手ボーマと残すんで、はいはいはい、でドロー後にってやってると外れたあのターンは多分走らなかったんで、ああなるほど、そうすると結構ダメージ一ターンぐらい違ったかなって感じはしました。ちょうど6点分違ったと、あ、5点分違った、5点違ってもしかしたら他のでも間に合ってたかもしれない、うん、まあ、暴君を引き込むと仮に6号、まあ土地を引くと7、6で止まる可能性があったので、なるほどなるほど、おお、先に追放モードで、そうですね、どうせまあどっち残ってもプッシュはできるんで、なるほどなるほど、ボーマと温存された場合はボーマとやっぱドローフェーズに使わせた方があ、攻撃して、あの、まあ攻撃の時でもいいですかね、いや、ダメです、ドローフェーズじゃない、ダメです、ドローフェーズの方がいいです、あ、なるほど、脳的に桜相手外れてない可能性があるんですかね、またいろいろ選択肢を一番与えないドローフェーズですね、そう、なるほど、定石としてドローフェーズじゃないとセットランドもされちゃいますし他のアクションもされちゃうので、はいはいはい、はい、なるほど、ドローフェーズでそのインスタントしか使えない状態っていうのが一番選択肢が少ないのでなるほど、その状態でプッシュを迫った方がもしかするとダメージとかいろいろ節約できたかもしれない。